も敵さんいる。よっしゃ任せとけ。おりゃやったー。今の連携はなかなか良かったね。ねこの3人ならどんな相手でも勝てそうな気がするぜ。へえ、そんなザコザコのヘナチョコプレイでか。お、誰だ。オンラインゲームで調子に乗る暴言キッズをやっつけろ。さっきのプレイ見せてもらったけど、あれで負けなしなんて笑えるぜ。よっぽど弱いやつしか相手にしてこなかったんだな。ザクはザクらしく黙ってプレイしとけよ。なんだと。ヒロ、こういう人たちを相手するだけ向こうが喜ぶんだから反応しちゃダメだよ。おいおい、本当のこと言われたから言い返せないみたいだぜ。だっせー、ビビってるじゃん。うっくー。だったら俺たちが弱いかどうか勝負しようぜ。ヒロ、もうそうやってすぐ口車に乗せられるんだから。悪いんだけど、僕たち君らの相手してるほど暇じゃないんだよね。僕たち今日のところはゲーム終わるから。じゃあね。なんであんなこと言われて黙ってるんだよ、葵。ああいう人たちは何を言ってもバカにしてくるんだよ。だから放っておくのが一番だと思うよ。楽しくゲームしたいのに嫌な気持ちになってまでゲームしたくないでしょ。まあ確かに。また出会ったら次も無視しよう。トコタンもいいね。トコタン了解。あのメガネのやつ、弱いくせにバカにしやがってよ。ああいうお利口さんぶったやつほどうぜえよな。なあ、あいつらのこと粘着してやろうぜ。それいいな。見てろよ、ザコども。次の日。よし、今日も楽しくフェトナするぞ。ああ。昨日は嫌な人たちに絡まれて途中でやめちゃったからね。今日こそは。おやおや、誰かと思ったら昨日のザコチームじゃないか。げ、また昨日の。今日もまた逃げるんですか。ザコで弱虫で何もできない赤ちゃんでちゅね。ヒロ、いいね、こういうのは無視だよ。無視。わかってるって葵、こんな奴らの言葉なんかに。アカウント名ヒーローヒロなのに弱虫しょぼしょぼヒーローじゃん。なんだと。ちょっとヒロ、ダメだって。そこまで言われて黙ってられるか。葵、トコタン、こいつら倒すぞ。ああ、もう。わーい、対戦だ。へへ、狙い通り。こんな食らえ。どこ狙ってんだよ、ザコ。ザコザコ村の村長さんですか。うっくー。俺はザコザコ村の村長なんかじゃねえ。ヒーロー村のヒーローさんだ。ヒロ、落ち着いて。そんな攻撃じゃ当たらないよ。おいおい、人の心配してる場合か。あ、後ろからとか卑怯じゃないか。お前がよそ見してるのが悪いんだろうが、ガリベンのバーカ。もう誰がガリベンメガネだ。あ、ヒロタンもアオタンもメラメラ、トコタンも頑張る。弱いやつが頑張ったって弱いままなんだよ、あれ。やられちゃった。ザコ、やっぱり弱いじゃん。赤ちゃんから人生やり直してこいよ。そんなんでよく俺たちに喧嘩打ってきたな。もうゲームやる価値ないぜ、お前ら。くそー、なんで負けちまったんだ。僕もだけど、相手の暴言で完全に調子崩しちゃってたね。いつもなら連携しながら戦うのに。でも楽しかったね。どこが。それからも僕たちがゲームをするたびに暴言チームは現れ、暴言によって調子を崩した僕たちは相手チームに負け続けた。くそー、あれからずっとあいつらに負け続ける。こうなったらこっちも何か言い返さないと気が済まないぜ。ダメだよヒロ、言い返したら相手と同じになっちゃうよ。でもこれだけ言われ続けてたらさすがに悔しいんだよ。俺、ザクザク村の村長じゃないのに。そのことなんだけど、僕に考えがある。考え。トコタン、頼んでたやつできてる。バッチリできてるよ、アオタン。で、ほめほめイヤホン。ほめほめイヤホン。それつければゲームが上手くなるとか。ううん、違くて、これをつければどんな言葉も褒め言葉に聞こえちゃうハッピーなイヤホンなのです。なんだよそれ、そんなんであいつらに勝てるのかよ。それはやってからのお楽しみだよ。懲りずにまた負けに来たのかよ。もうゲームやめたら。弱いのに続ける意味ねえじゃん。相変わらずムカつくぜ。ヒロ、イヤホンのスイッチ入れてみて。こうか。どんなに負けても挑戦し続けるなんてすごいぜ。ナイスファイト。え、俺だったらそんなに弱かったら恥ずかしくて生きていけねえぜ。でもそれだけこのゲームが好きってことだよな。すごいぜ。おお、こいつはいいや。よし、今日こそお前たちに勝つ。何度やったところでお前たちは勝てないんだよ、ザーコ。何何、君たちのチャレンジ精神には参ったよ。さすがチャレンジのヒーロー。だってやめろよ、そんな褒められると照れちゃうぜ。なんだこいつ、暴言で喜んでやがる。よし、青いトコタン頑張ろうぜ。ヒロ、後ろを任せて。トコタンもフォローお願い。トコタン了解。
なんかこいつら今日は動きがいいな。暴言がなきゃお前らなんかに負けねえ。くらえ。どー、うわー、よし勝利。イエーイね、いつも通りの連携プレーさえできれば負ける相手じゃないんだよ。ふざけんな、もう一回だ。まぐれで勝ったからって調子に乗るなよ。何度やっても同じだよ。そして、くそ、なんで勝てねえんだあんな奴らに。おい、お前が早くカバーに来ないから負けてんだろうが、雑魚が。はあ、俺のせいにすんな。お前が弱いのが悪いんだろうが。弱い者同士で喧嘩すんなよ。俺が頑張っても仲間がバカ二人だったら勝てねえだろうが。なんだと？なんだよ。うわ、ついに仲間割れを始めちゃった。なあ葵、なんかさっきから相手チームが弱くなっていってるような気がするんだが。多分自分たちで暴言を吐き合うようになったからだと思うよ。ヒーさん、出てこれる？はい、俺はバッジのヒーさん。何でも知ってるスペシャルな AI バッジさ。呼んでくれて嬉しいぜ、メガネボーイ。アイスでも食う？守ってないんだけどね。はいはい、昨日のやつもう一回言ってもらってもいい？ああ、あれだろ、暴言を吐かれた人は処理能力が 60% 下がるっていう実験データがあるって話。つまり人は暴言を吐かれると実力の半分も出せなくなるのさ。マジか。じゃあこの前までの俺らもだけど、今のあいつらも弱くて当たり前なのか。そういうこと。暴言って全然人のためにならないんだよ。そんなことより3人とも、今日は何しておしゃべりする？ヒーさんのおすすめコスメ50選なんて。ありがとうヒーさん。あ、葵、ヒーさんの扱い慣れてきてるな。さて、君たちまだやるの？くそ、こんなはずじゃ。やる気出せよお前。はあ、お前が悪いんだろ。いや、お前が。え、ちょ、ママ、勝手に入ってくるなよ。お、なんか様子がおかしいな。ちょっと待って、ママ、違うんだよ。ごめん、ごめんって。あ、聞こえます？先ほどはうちの子が申し訳ありませんでした。さぞ気分を害されたかと思います。もしかして相手のお母さんですか？はい、うちの3兄弟が大変失礼なことをしました。3兄弟？スキンと声が似てるなと思ったら。本当にごめんなさいね。ゲームになると相手が見えないからってすごく口が悪くなるのよ、あの子たち。あの子らにはきつく言って反省させますので、許してやっていただけると。いや、僕らは大丈夫なので。今後二度とこのオンラインゲームはさせないようにします。この度は申し訳ございませんでした。さて3人とも、なんで人にあんなひどいことを言っていたのか説明してもらいますよ。イエー、どこの家も母さんはおっかないんだな。悪いことしなければいいだけなんだけどね。しかしオンラインゲームって相手の顔見えねえから言いたい放題なとこあるよな。ヒロ、顔も名前もわからないからといって何を言ってもいいってわけじゃないんだよ。きちんとした手続きをすれば、オンラインゲームでも YouTube のコメントでも誰がやったことなのか簡単にわかっちゃうんだよ。え、マジかよ。そう、だからこそオンラインゲームでもマナーは守って楽しくやるべきなんだよ。なるほどな。やっぱりやるからには楽しくやりたいよな。トコタンも。よっしゃ、それじゃあトコタン、葵、もう一戦やるか。あー、それからというもの、暴言キッズチームが現れることもなく、僕たちは今日も楽しくオンラインゲームをプレイしている。おりゃおりゃ、あ、やられちゃった。ヒロタうまい。どうだ葵、俺の必殺ヒーローライフルは。そんな名前の武器じゃなかったと思うけど。でもヒロはゲーム強いね。へへ、俺はゲームの中でも最強のヒーローを目指してっからな。誰にも負けねえぜ。おいおいおい、そんなんで最強なんて相変わらずのザコザコプレイだな。誰だ、あ、お前たちは。暴言キッズの家を特定して直接撃退しに行く天才キッズ。この間はよくもやってくれたな、ザコザコ村の村長さんよ。だから俺はザコザコ村の村長じゃなくて、ヒロヒロ村のヒーローさんだって言ってるだろ。ヒロ、突っ込むところそこじゃないでしょ。でもなんで君たちがこんなところにいるの？確か暴言ばかり言うからお母さんにゲームを没収されたはずじゃ。おいおい、いつの話してるんだよ。あの頃の俺たちとは違うんだよ。もしかして反省して暴言が減ったからゲームを返してもらえたとか。ゲームの隠し場所を発見したんだよ。これで母さんが仕事から帰ってくるまでゲームし放題だぜ。全然反省してなかった。この時間なら母さんは絶対に帰ってこないからな。何言ってもやっても怒られないんだよ。こら、うわぁ、いきなりやめろよ。やめろって言われてやめるんなら警察は入れないんです。だったらこっちもやられっぱなしでたまるか。で、うわ、すぐ挑発に乗るおバカちゃんでちゅね。まあそもそも実力的にも弱すぎだけど。
そんなザコザコでよくゲームできるよな。ゲームやめた方がいいんじゃねえの。ヤマンバ島のゴリゴリゴリの助でございます。どうか清き一票をお願いします。ん、選挙カーの演説。ねえ君たち、こんな遊び方してたらいつか誰かに怒られるよ。ゲーム上で怒られたって怖くねえよ。文句あるなら直接言いに来てみろ。あ、いい言葉思いついた。お前たちに当てはまるオンラインゲームのお菓子、面白くない、勝てない、しょうもない。それ今日の避難訓練で教えてもらった言葉だろ。全然違うけど面白い。何よヒロ、相手にしない。おっと、そろそろ母さんが帰ってくる時間だな。早く元の場所にゲーム戻さないと。それじゃあな、アホヒーローとアホヘルメットとアホメガネ村長さん。相変わらずムカつくやつらだぜ。また暴言を褒め言葉に変えてくれる褒め褒めイヤホン用意しないとだね。トコタン、明日持ってこれる？うん、いいよ。なあ、もうこっちから何もできないのがほんとムカつく。なあ葵、無視するのが一番って分かってんだけどさ、なんかあいつらを反省させる方法とかねえのかよ。なくはないかな。え、マジ？まあちょっと大変だけどね。今からさっきの会話をヒントに、あの兄弟の住んでる場所を突き止める。あ、そんなことできんのかよ。ヒーさん、ヤマンバ島のゴリゴリゴリの助さんが立候補している選挙区を調べて。はーい、ボーイたち。ヤマンバ島、なんでそんなこと調べてるんだ。いいからいいから。お久しぶりだよ、元気してたかい。ヒーさんはね、ボーイたちに会いたくてラブソングを作ったんだ。それではヒーさんで Thank you my sweet boy ラララ。いいから早調べんかい。相変わらず釣れないメガネボーイだね。でもそういうとこもヒーさん好きよ。お求めの情報はこちら。バン、お邪魔虫か。なあ、なんでこんなこと調べてんだよ。あの三兄弟に関係あんのか。さっき兄弟のボイスチャットから聞こえてきたんだよ。ヤマンバ島のゴリゴリゴリの助でございますって。そんなの聞こえたっけ。なんかモニョモニョって言ってた気がする。よく聞いてるよな、そんなこと。俺は全然気にしてなかったな。まあこれでお邪魔虫の学校って分かったし、あとは片っ端からうざい三兄弟いますかって聞いて回れば。いや、まだ絞り込もう。ヒーさん、さらにここから今日避難訓練があった小学校だけに絞り込んで。はいはいはい、避難訓練ね。ちょっと待ってね、ネットや SNS の情報を探ってみるぜ。はい、この学校だな。ありがとうヒーさん。あれ、この学校ってそんな遠くないよな。そうだぜヒーローボーイ、ついでにこの学校までのルートを調べておいたぜ。あれ、ヒーさんってば優秀。自分で言うな。おっしゃ、早速行ってガツンと行ってやろうぜ。待って、二人とも、相手の場所が分かっても直接会うのは喧嘩や問題が起きそうだからやめておこう。え、せっかく突き止めたのに何もしねえのか。僕に考えがある。一週間後。今日はどうやってあいつらバカにしてやる。一人一人三人で囲んで攻撃するとかは。それ最高。ねえ君たち。あ、なんだよ。ある子たちから君たちに家で待ってるって伝えてほしいって頼まれたんだけど。誰だよそいつら。僕も見たことない子だからこの辺りの子じゃないと思うんだけど、ヒロヒロ村の村長ですって言ってたよ。な、あいつら。なんで俺たちの場所が分かったんだよ。とにかく急いで帰るぞ。もしあいつらが母さんと鉢合わせることになったらまずい。あれ、誰もいないぞ。もしかして誰かと勘違いしてたか。なんだよ、ビビらせやがって。あら、3人とも家の前でどうしたの。母さん、おかえり。今日は早かったんだね。くそ、これじゃ今日はゲームできねえぜ。仕事が思ってたよりも早く終わったのよ。それより聞いて、さっきすごく嬉しいことがあったのよ。だから今日の夕ご飯はごちそうにするわ。ごちそう、やったー。でも嬉しいことって何なんだ。さっきそこであなたたちくらいの男の子3人組からお礼の手紙をもらったのよ。あなたたち人助けしたんでしょ。人助け。ごまかさなくていいわよ。男の子たちが道に迷っていたら親切に駅まで送っていってあげたそうじゃない。その子たちが感謝のお礼にあなたたちにって手紙を書いて持ってきたのよ。なんだそれ、俺たちそんなことしたっけ。バカ、ごちそうがなくなるだろ。そういうことにしとけ。はい、これ恥ずかしいからあなたたちにだけ読んでほしいんですって手紙を預かってきたわ。へえ、今時手紙なんて変なやつだな。これは、あいつらだ。この前はどうも。3人の家の場所は分かりましたので、いつでも会えますね。次は直接お礼しに行こうと思いますので楽しみにしててくださいね。なんで俺たちの家が分かったんだ。
怖い。もうあいつらに関わるのはやめておくか。そうしようぜ。いやー、さすが葵だぜ。まさかあんな少ない情報から家を特定しちまうとはな。葵さんすごい、探偵さんみたい。な、葵は探偵の才能あるぜ。たまたまだよ。学校さえ分かれば嫌な感じの喋り方する3兄弟っているって学校の前で聞き込みしたら、そんな特徴の子って同じ学校で何人もいないから大体分かっちゃうよね。あとは家で待ってるって嘘の伝言を頼めば慌てて家に帰るから家も特定できるってわけか。すげえぜ葵、天才かよ。いやいや、本当にたまたまだよ。それに普通はこういうネット上の問題は警察や法律に詳しい人に頼んだ方がいいんだ。頼んだら住所とかわかるもんなのか。わかるよ。相手の顔が見えないからってゲームでも YouTube でも人が傷つくことを平気で言いまくる人っているけど、結構簡単に誰が言ってるのかってわかっちゃうものなんだ。それで訴えられて何百万円も慰謝料を請求されたって話は実はたくさんあるんだよ。何百万円、そんなことになったら母さんに怒られるどころじゃ済まねえぜ。ヒロはそんなことしないから大丈夫でしょ。リアルでもネットでも気持ちよくやり取りしてれば大丈夫。まあそれもそっか。じゃあゲームの続きしようぜ。それからというもの、暴言キッズたちは僕たちに絡むことはなくなった。それどころか僕たちを見るとそそくさと逃げるようになったみたいね。どりゃどりゃ、えい、やった、勝った。いやー、今日はこれで3連勝だぜ。僕たち最近強くなってきたよね。お、誰だ？あなたたち、そのゲーム強いみたいですね。ちょっとお願いがあるんですけど。お願い？親のお金で課金しまくる暴言キッズの末路。それでなんだ？お願いって。はい、実はこのゲームで最近ある3人組につきまとわれていて、その人たちに暴言ばかり言われて困ってるんです。暴言？3人組知ってる人たちのような気が。だからまたやってきた時に僕や友達の代わりに戦ってくれませんか？負ける相手に何度も挑んできたりしないと思うので。どうする、ヒロ？やろう。まあそうなるよね。困ってる人を放っておくわけにはいかねえよ。俺はヒーローだからな。トコトンも手伝う。ありがとうございます。で、どこにいるんだそいつら？このくらいの時間に僕がいるといつも出てくるんですけど。お、いたいた。よう、ザコザコのザコ、今日もボコボコにしてやるから覚悟しろって、お前ら。やっぱり。どうも、お久しぶりですね。知ってるの？友達？いやいや、友達じゃない。ない、俺たちもこいつらの暴言に困ってた時があったんだよな。この3兄弟、暴言キッズブラザーズたちとは実は何度か戦っている因縁の相手だ。詳しくは他の暴言キッズの回を見てみてね。どうしよう、あいつら気味が悪いんだよな。とにかく逃げるぞ。だ、待てよ。お前らまた暴言で人を困らせてるんだろ。別にもう最近はお前らに関わってないんだから関係ねえだろ。関係ないけど関係ある。はあ、こいつ何言ってるんだ。俺の前で人が困ってた、だから助ける。以上。シンプル。だけどヒロらしいといえばヒロらしいね。俺の前で人を困らせたお前らが悪い。反省するまで許さないからな。じゃあもう反省した。お、あ、そっか、もうすんなよ。アホか、ヒロ。それじゃあまた別のところで他の人に暴言を言って困らせるだけだよ。ねえ君たち、ちょっとした条件付きで勝負しない？なんだよ。僕たちと勝負をして先に2勝したチームの勝ち、負けたチームはこのゲームのアカウントを削除するっていうのはどうかな。アカウント削除？そんなのやるわけ。ちょっと待て、いいぜ、やろう。おい、またこいつらと関わるのかよ。やめとけよ、逃げようぜ。こいつらが負けたらアカウントを消してくれるんだぜ。その方が二度と関わらなくて済む。それに俺たちが負けるはずねえだろ。なるほど、決まりだね。よし、勝負だ。またボッコボコにしてやるからな。覚悟しとけよ、雑魚どもめ。うっかー、ほんと言葉遣いが悪いな。それじゃあ行くぜ。まずは赤いお前だ。おりゃあ、あら、やった。避けただと？行くぜ、そりゃあ。わあ、マジかよ、つえ。まだまだ行くよ。えい、トコタンもダーン。なあ、あいつらなんか弱くなったか？思った通りだ。多分最近このゲームをあんまり練習してないんだよ。お母さんにゲームを取り上げられたりしてたでしょ、あの3兄弟。ああ、確かに。クソ雑魚相手に手こずるなんてありえねえ。どうしたら。やべえ、ママが帰ってくる時間だ。マジかよ、早くゲームをやめねえと。今日の勝負はここまでだ。じゃあな。急にログアウトだなんてずりーぞ。
今日は引き分けかな。なんだよあいつら、しばらく戦っていない間に随分強くなってるぞ。まあ最近俺たちはママに隠れてしかゲームできねえからな。気づいたら抜かされてたのかも。あいつらだって最近までザコだったのに。くそー、このままだと負けちまう。せっかくここまで育ててきたアカウントを削除なんて嫌だ。何かいい方法はないのか。ん？レアアイテムのガチャか。おい、お前らお小遣いあるか？あんまねえな。だよな。お金があったらガチャできたのに、ママに内緒で課金するか。おい、やばいって。さすがにそれは。そうだぜ。だいたいママじゃないと課金できねえだろ。俺、クレジットカードの暗証番号、この前見たから知ってるんだ。だから課金できるぜ。ちょっとくらいなら、いいよな。来ないね、あの子たち。だな。トコタン、ヒマタン。まさか俺たちが強くなっちゃってたからビビって逃げたとか？あるかも。そのパターン考えてなかった。そんなわけねえだろ。誰がザコになんかビビるかよ。もう来た、遅えぞって。なんだその装備は。今やってるガチャのレアアイテムだ。これをつけると能力が上がって強くなれるんだぜ。すげえだろ。なんだよ、ずるいぞ。ずるくねえよ、ゲームのシステムのうちだぜ。気にしないヒロ、僕らだって強くなったんだから大丈夫だよきっと。それじゃあ始めるよ。それあれ、あんまり効いてないみたい。防御力だって上がってるからよ。今度はこっちの番だ。オラオラ、うわ、攻撃が強力だ。くそ、負けてたまるか。体力がすごい速さで削られていく。このままじゃトコタン、ちょっとまずずかも。うわ、やったぜ、負けた。まあそういうわけだ。サクッともう一勝して、お前らはアカウント削除だ。おっと、今日はもうそろそろログアウトしなきゃダメだな。勝負は明日にお預けだ。命拾いしたな。じゃあな。なあ、くそー、なんだよあいつら、あんな装備してくるなんて。うん、これはこっちも何か対策をしないと負けちゃうね。作戦考えないと。ヒーさん。はい、呼んだかいボーイたち。ヒーさん。ヒーさんは超高性能だけどちょっとうるさい AI バッジ。何でも知ってるし分析してくれる。ご無沙汰だよ、元気してた？ヒーさん、さっきの暴言キッズブラザーズたちの戦い方から戦闘パターンを分析して特化した練習マップを作ってほしいんだ。できる？お安いご用、ヒーさんに任せなさい。でもその前に、ここでヒーさんのハッピートークタイム。いやー、しばらく会ってないうちにヒーさんとも絶対に滑らない話とそこそこ滑る話を考えたんだ。どっちから聞く？じゃあそこそこ滑る話から。うるさい、早くしろ。ああ、はいはい、じゃあ代わりに後で3倍滑る話聞いてもらうからね、メガネボーイ。ちょっと待ってね、さっきのあのゲームのあの暴言ボーイたちの戦闘ね、それを元に特訓できるマップを作成中だぜ。はい、できた。おお、さすがヒーさん。ついでにこちらのおすすめの攻撃パターンが練習できるようにマップに組み込んでおいたぜ。ヒーさんってば優秀。ありがとうヒーさん。よっしゃ、明日に備えて特訓だ。トコタンも頑張れ。翌日、特訓は十分、勝負だ。負けに来たな、ザコども。今日もガンガン攻めてやるぜ。そしてお前らのアカウントを消してもらうからな。昨日のようにはいかないぜ。妙に自信満々でムカつくぜ。あら、くれ。やっぱ避けただと。なんか今までよりも反応も早い。よそ見してる場合、それそんなヘナチョコ攻撃、あ、別方向から。トコタン当てちゃった。なんだ、昨日とはこいつら動きが。よし、行くぜ青いトコタン。うやったー。なんでそんな強えんだ。特訓してきたからな、お前らに勝てるようにな。次の勝負も俺たちが勝つ。おい、やばいぜ、このままじゃアカウントが。分かってるって。でもどうするよ、このままじゃ勝てねえよ。今より強い装備をガチャで当てれば。それだ。おい、お前らちょっと休憩な。あ、まあいいけどよ。10分後。おーい、もうそろそろ休憩終わりでいいか。ああ、ギリギリ引けたからな。いいぜ。引けたって。待たせたなお前ら。さらにすごい装備になってる。強そう。これはこのゲームで最高に強いレアアイテムなんだ。ガチャでなんとか当てられたぜ。これでお前らの負け決定だ、ザーコ。まさか
そんな強いアイテムをこの短時間で当てたの？どれだけガチャを回したんだ。どうしよう、あの装備を使った戦い方は対策できてねえぞ。ほらほら、さっさと始めようぜ。どうした、おじ気づいたのか。まあ無理もないぜ、俺たちの勝ちは決まってるからな。今日がお前らのアカウントが消える日だぜ。行くぜ。まずい、あなたたち。ママ、まだ帰ってくる時間じゃないはずじゃ。クレジットカードの明細を見て、あんたたちがゲームを隠れてやってることに気がついたのよ。ゲームで課金してたでしょ。なんだなんだ。なんか課金してるのがお母さんにバレたっぽいね。でもママ、ちょっと使わせてもらっただけで。ちょっとですって？これのどこがちょっとなの？10万円。そんなに使ってたのかあいつら。本当になんてこと。罰としてそのゲームを売ってお金を作ります。母さん、それだけは勘弁してよ。いいえ、今度ばかりは許せません。これで本当にゲームをやめてもらいますからね。そんな。あ、待って、ごめんって。ママ、ちょっと想定とは違ったけど、あの子たちが今後ゲームをできなくなる展開になってよかったね。しかし10万円も使ってたんだなあいつら。俺があんなに使っちまったら母さんから怒られるだけじゃ済まねえだろうな。想像しただけで怖くなってきたぜ。大丈夫だよヒロ、ヒロはそんなことしないでしょ。それもそうだな。よし、あいつらのことは忘れて普通にゲームやろうぜ。俺試したいプレイがあってさ。やるやる。過度なゲームの課金には注意だね。うおー、始まったぜヒカチンチャンネル。どうもどうも、ヒカチンチャンネルです。今日もゲーム配信やっていきます。ヒロ、最近その人の動画にハマってるね。この人のゲーム実況めちゃくちゃ面白いんだよ。ゲーム自体もめちゃくちゃうまいんだけどさ、それ以外にも攻略法とか面白い話とかもしてくれてさ、とにかく最高なんだ。へー、僕もちょっと見てみようかな。トコタンも見たい。葵もトコタンも一緒に見ようぜ。お、なんだこのアンチコメントの数。ユーチューバーのゲーム実況を荒らす暴言キッズ VS 天才キッズ。すげえ下手くそじゃん。こんな動画よく上げられるよね。こんなザコザコ村の動画なんて見る価値ないな。すごい数のアンチコメントだね。しかも同じ人が何度もコメントしてる。むっくー、なんでこんなコメントするんだよ。まあ人気のあるユーチューバーさんならどうしてもこういうコメントは来ちゃうものだけど、それにしても多いね。納得いかねえ。ヒカチンさんは下手くそなんかじゃねえよ。でもほら見て、ヒカチンさんもそんなに気にしてないみたいだよ。お、早速のコメント。ふんふん、下手くそってことはまだまだ僕に伸びしろがあるってことだね。なるほど、応援ありがとう。ヒカチンさんは大人だな。俺だったら怒ってるかも。やっぱすげえぜ。くっそー、ヒカチンのやつ全然気にしてねえ。小遣い貯めて買ったゲームでこの前こっそり始めた俺らのチャンネルは全然伸びなくて、なんであんなヘボいやつの方が人気なんだよ。俺たちの動画の方が断然面白いのに。ムカつくよな。こうなったらヒカチンが引退するまでずっとアンチコメントしてやるぜ。へへへ。1週間後。さーてと、今日もヒカチン見るか。ってまたアンチコメントしてるやつがいる。ここのところ毎日だよね。面白がって少しずつアンチコメントしてる人も増えてるし。さあ今日も張り切っていくよ。弱いくせに張り切るなよ。本当は下手くそなのにうまいふりするのだけは上手だな。こいつの配信つまんねえ。今日もコメントありがとう。叱咤激励、厳しい応援だと思って頑張るよ。そうだヒカチンさん、こんなコメントなんか気にすんな。でもヒカチンさんちょっと元気ないような。ヒカタンかわいそう。あんなコメント気にしない気にしない、集中しないと。で、あ、しまった、ヒカチンさんミスっちまった。コメントはやっぱりアンチが喜んでる。だっさ、ついに化けの皮が剥がれたな。そんなつまらないミスするくらいなら引退しろゼーク。うるさいな、ちょっと失敗しただけじゃないか。あれ、怒っちゃった。顔真っ赤で怒っちゃってさらにダサ。ああもう集中集中。あ、またミスった。おいおい、もう終わりだな。お疲れ様です、ザコザコ村の村長さん。えい、黙れよ、アンチコメントして。誰だって調子の悪い日だってあるだろう。今日はもう終わり、バイバイ。あ、終わっちまった。良くない感じの終わり方だったよね。大丈夫かな。やったぜ、ついに怒りやがった。ぷぷぷ、今の反応でアンチコメントが増えたみたいだな。さあ楽しくなってきたぜ。次の日、やっぱり今日もコメントが荒れてるね。
昨日よりさらに増えてる気がするな。昨日ヒカチンさんが過剰に反応しちゃったからね。それを面白がってアンチコメントする人がさらに増えたんだと思う。人のことをいじって何が楽しいんだよ。まあ他人の不幸は蜜の味ってことわざもあるけど、人の不幸を楽しむ人っているからね。くそー、なんかこうアンチコメントにも負けないくらいマッハでコメント打てるロボットがあったら応援コメントで反撃できるのにな。いや、そんな都合のいいロボットがあるわけ。あるよ。あるの？スーパータイピングくん1号、1秒間に100文字コメントを打てるよ。おお、すっげえ。これならどれだけアンチの数が多くても勝てる。大丈夫かな。よし、行け、スーパータイピングくん1号。ラジャーです。本当にすごい速さだ。これでアンチにも。待て、頑張れ。バカじゃん。1個の言葉しか打てないの。ダメじゃん。なんだなんだ、さっきから同じ人から大量のコメントが。新手のアンチか。逆にアンチだと思われちゃってる。トカタン、ロボット止めて。ロボは止まったけど、アンチコメントは止まってないな。ロボタン役に立たなかった、ごめんね。トコタンは悪くねえよ。むしろありがとな、トコタン。くそ、こうなったら何するの。ヒロ、応援コメントするんだよ。え、流れちゃって意味ないんじゃ。流れちゃうかもしれないけど、応援してる人だっているってことを伝えるんだ。こんなに面白い動画作って頑張ってる人がこんな風によく知りもしない人から責められるのは許せない。ヒロ、うん、そうだね。みんなで文章を考えよう。長文だったら目に留まるかもしれないし。トコタンも手伝う。ありがとな、二人とも。でも急ごう、ヒカチンさんは今困ってるんだからさ。わかった。まずは、あ、またミスしちゃった。もうほんとダメだな、僕もう引退しようかな。ヒカチンさん、いつも面白い動画ありがとうございます。俺たちもこのゲームが大好きでいつもやってます。でもヒカチンチャンネルを見つけてからはもっとこのゲームが好きになりました。ヒカチンさんのプレイにはいつも笑わせてもらったり、熱くさせてもらったり、感動させてもらったり、とにかくヒカチンチャンネルからたくさんの楽しみをもらいました。アンチコメントに負けないでください。これからも応援してます。最後の文字打ち間違えてるよ。ふってヒカチンさんに見てもらえた。でもそれだけ一生懸命書いてくれたコメントってことだよね。ありがとう。よかった、ヒカチンさん少し元気を取り戻したみたい。おい見ろよ、アオイ、応援コメントが増えてるぞ。本当だ。そうだ、アンチなんかに負けるな。いつもありがとう、ずっと応援してます。応援してるでら。他のみんなも。そうだね、僕にはこんなに見て応援してくれる人がいるんだ。よし、深呼吸。それじゃもう一勝負行こうか。はあ、なんだよ、みんなしていいこぶりやがって。しかもヒカチンの野郎急にミスしなくなったじゃねえか。くそ、おまけにアンチコメントも減ってきてるし。ふざけんなよ、俺たちのチャンネルだけうまくいかなくて。なんでこんなやつが。そういえば僕が初めて動画を出した時の話はまだしてなかったよね。あ、僕がゲーム実況を始めた時の最初の動画の再生回数はたったの10だったんだよ。 10って俺たちより少ないじゃねえか。それでも10人の人には見てもらえたんだって嬉しくなってさ、それからは毎日動画を投稿するようになったんだ。うまくいかない時の方が多かったけど、それでもさっきみたいに見てくれる人、応援してくれる人がいるから今日までやってこれたんだ。なんだよ、いい感じにまとめようとしやがって。カッコつけんなっと。ここのところずっとアンチコメントしているボゲボゲボーイズさん、君たちも動画投稿してるんだよね。チャンネル見させてもらったよ。マジかよ。プレイも上手いし、トークも面白くないわけじゃないからさ、こんなことしてないで頑張って。最初から全部うまくいく人なんていないんだから、僕も陰ながら応援しているよ。なんだそれ、食ったらね、上から目線でムカつくぜ。こんなやつでもやり続けたら人気出るくらいなんだから、俺たちがやり続けたらもっと人気出るに決まってるだろ。おや、お前に粘着するの飽きた。これからはお前を超える YouTuber になってやるから待っとけ。楽しみにしとくよ。そして、あ、またひろたん YouTube 見てる。あれ、今日はヒカチンチャンネルの配信日じゃないのに何の動画見てるの、ヒロ。いや、この前ヒカチンさんのアンチコメントしてたやついたじゃん。そいつも YouTuber なんだけどさ、口悪い兄弟なんだけど結構面白いんだよ。掛け合いが癖になるっていうか。口悪い兄弟、どっかで聞いた気が。トコタンも見たい。どもどもボケボケボーイズだ、見てけよ視聴者さんよ。